何すんの？今から洗濯回します。ちょっとパンパンなんで。こうやって2個使うんだね。はい、もう今日パンパンなんで、ちょっと3日分ぐらいですね、これ。服が開くとすぐ溜まっちゃう。これいいね。洗濯機も砂だらけだね。本当ですか。うん、やば、いっぱいあるな。こんばんは。汚いね。これめちゃめちゃ汚い。またって何？すごいね。人数が少ないからちょっといいかなと思ってんだ。これ誰の？あ、そう、自分が今日取ってきました。買ったの？あ、取ってきました。取ってきたってどういうこと？陽キャッチャーボタン押すやつあるじゃないですか、うん、タイミングのやつ、うん、それやって撮ってきました。結構撮ったね。そうですね、いっぱい押してくれました。ここ何が入ってるの？あそこは小野寺君の私物置き場になりました。そうなの？こんなに入ってあんの？今年から浮きたね。これ絶対そこ小野寺君です。なんで掃除しないの？いや、たまに掃除。たまにたまにの頻度結構低いです。掃除した方がいいよ。遠藤さんじゃない。誰でもいいんじゃん、もう。これ、ね、あれっす、乃木坂の人っす。え？乃木坂の人です、これ。乃木坂今いないよ。乃木坂の人っす。いやね、写真集飾るの好きだね。はい、あの、まあ、飾るの好きっていうか、うん、結構集めるのが好きっす。今はそれなんで、この前あの今田美桜だったじゃない。はい、変わったんだ。いや、ちょっとまあ、はい、なんか変わったっていうか浮気症だね。いやいやいや、浮気症ではないっす。一番は、はい、一番は、一番っすか、うん、やっぱ自分の一番好きなメンバーっすね。誰？メンバー与田祐希ちゃんです。自分結構乃木坂自体が好きで、うん、なんかそのメンバー一人一人の良さが結構好きなんで、うん、でこの子は、うん、なんか結構メンバーにも好かれてて、うん、あとはなんか何事にも結構一生懸命なところが好きで。そうだ、はい。夜ご飯どうするの？夜ご飯ですか、うん、そうするまあどっか行くか、うん、まあ、買ってくるかっす、ね。俺は今日晩ご飯マックだと。マックテイクアウトするの？あのテイクアウトとか、うん、マック買ってるもんね。そうですね、これ昨日自分買ったやつ。マックみんな好きなんだね。最強じゃないですか。安い、食べやすい、安い、多いで体がでかくなる、太る。うん、デブの必需品ですよね。てかさ、絶対部屋片付けた方がいいよ。そうですよ、うん、本当に心の乱れだね。まずいやん、そういった時期もありました。絶対なんかさ、いろんなことができる人って部屋が絶対綺麗じゃん。そうっすね。これはね、やばいよ。これマジでやばいよ。俺ここだけやからいいです。あの、で現れるから大丈夫です。これちゃんとこういう風に言われるじゃないですか、うん、この子、あの、うん、2日後にはまたちゃんと散らかってるんで。そんな早く2日後っていうか、まだ片付ける気配がないから。そうっす、今で、こうやって動かないんで大丈夫です、うん、強いね。そうですよ、メンタルが強いですね、やっぱ。メンタル強いね。これが最近、今日一日何してたの？今日は午前中ちょっと遅く起きて遊び行ってだよな。
でちょっと遊び行って。遊びに行くってどこに？遊び行ってたっすね。いやもう僕はこいつに連れてかれてるものもんなんですけど。どこに行ってたの？上野。上野？アメ横の通り。ああ、アメ横で何してたの？僕は何もしないです。卒業？何もしないよ。ゲームセンター行ってカラオケ行ってじゃないですか。カラオケ行ってないです。すいませんでした。ゲーセンと？いつもお世話、あれですね、仲のいいあのケバブ屋さんがあって、そこ挨拶行って。仲のいいケバブ屋さんがあるの？なんでそれ、よく買うってこと？そう、よく買ったり挨拶行って、仲によくしてもらってる。今日買ったの？今日買ってないです。買ってないって。今日買ってないです。ケバブさん行って、その後はで、まあゲーセンでゲームして、うん、でしばらくいろんなとこ歩き回って、うん、時間をと思って帰ってきて、まあ、現在このこれに至るです、ね、帰ってきてこれに至る。いってらっしゃい。はい。あら、日向くんも買いに行くの？いや、行くに行かないです。嘘。あれ、マックは？はい。マックどうするの？お、今度先導今出てったよ。あ、そうなんですか。ことづてするなら、いや、ちょっと僕メニュー考えないといけない。明日の？はい。ああ、そうなんだ。あれなんだね、前日にこういうのを決めるってこと？そうさ、明日お客さん来るんだよ。おー、ちょっとお客さん何人来るの？いや、何人かは聞いてないですけど、とりあえず3品決めて、おかみさんに今日連絡します。決めた？はい、いや、何も決まってないですちょっとどうしようか迷ってます。どうしよう。みんな寝てるっす、うん、休日はこんなもん。はい。休日はこんな感じ。まあそうですね。休日はみんな寝たりしたりとか、まあ時間あったら飯食ったりとか、そんな感じです。メニュー悩み中？ちょっと悩んでます。いや、だいぶ考えてる。候補は？とりあえず一品が、うん、あれですよ、あれです、ベーコン1個作ろうかな。お、でも胸肉が多分あったんで、胸肉でなんかソテーかなんかを作ろうかな。うん、あと一品です。あと一品がなかなか浮かばないです。そういった考える人ってさ、はい、その班の中の班長で、それは大体班長する気分。煮物作ろうか。もう一つ？いや、なんかにもお客さんに煮物なんか出しづらいなって。そっか、食材、ある食材から考えなきゃいけないから。そうですね、ある食材と肉とかから考えなきゃいけないんで。うん、で、あんま、あれですね、他の班と被ったらダメなんで。うん、ちょっともう一回肉見ます。ちょっともう一回見ます。これでかいの何？鮭っすね。あ、鮭？これ明日使います。あ、そうね。これ明日あの切って味噌鍋に入れます。へえ、あ、いいね。肉なんですけど、あ、なんだこれ、この肉ちょっとわかんないですよ。顔漫画。あ、ベーコンか。関係そう。もう一個の方ある。うん。ご大事だっけ。え、どういうやつか。
取ってきたね。もうみんなで食べるの？いや、一人です。一人で今度食うの？いや、勝負っすよ。勝負？マックとの勝負っすね。しかも倍が2つある。倍倍って書いてある。倍倍です。ちゃんです。ポテトとか食べないんだね。ポテト苦手なんですね。サムライマック、照り焼き、ダブルチーズ、バイダブルチーズバーガー、バイフィレオ、バイエビフィレオする。ナゲットの15ピース、夜は作ったりしないんだね。作る日もあるですね。この前場所休み中はシチュー作ったり、とんかつ作ったり、簡単なもん作ってたけど、稽古中毎回ちゃんこ作ったりしてるんで、休みの時はいいかなって。マック体に大丈夫なの？怪しいですよね。これだけ頼んだら結構高いよね。2500円ぐらいですか。もう金持ってんな。他のところで食べたらもっとするっすから。そう、お腹いっぱいになろうと思ったら。あ、そうなんですか。牛丼とかじゃダメなんだ。牛丼でもやっぱキング頼んで、もう一個なんか頼むんで、結局2000円ちょろっとするんで、お腹いっぱいになんないのか。大変っすね。大変だね。まあ、食いつぶりに食ったっすか今日、高田さん。いやー、どんぐらいだろう、覚えてないな。まあ、でも美味しいよね。そうなんですよね。一番好きな食べ物何？海鮮っすね。海鮮？順番だ。このナゲットは最後なの？デザートですね。デザート？デザートです。デザートです。デザートナゲットなんだ。サムライ。サムライ。何気に初。玉ねぎ入ってるの珍しくないですか、マックで。どうなんだ、あんま考えたことないな。さすがだね。刻みのマックだとたまにあるじゃないですか、ビッグマックとかに入ってるじゃないですか、こんなでかい状態で入ってるの珍しくないですか。どうなんだろう、自分のとこも言って2分ぐらいしか、何分ぐらい使うんですか、これ。ノーカットだよ。ガチュってやつか。おかみで何か食べに行くって言ってましたか。あ、でもそうだね、デヌマが食べに行くって。デヌマさん、ウーバーしないんですか、今日。しない。高いですよ、本当に。クラウーバーしないんですか。クラウーバーすんの。クラは、クラウーバーするのって自分で言う。そうか、どうするんだろうね。全然おごってくれんだったらウーバーするよ。怖い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 。え、メンタル的なもんは何も来ないですか、後輩におごられるっていう。幸せや。こっちや。
うまいの？うまいですね。ちゃんとその最後までうまいって思えるの？思えてますよ、うん、もう義務みたいになってない？いますか？うん、なんかちゃんと食べなきゃいけないみたいな。そんな楽しんでるっすよ、一応。楽しんでる。寿司工がある。お、金持ちだね。なびいてきましたね。いないと思うけど。うわ、カロリーやば。どこなんですかね、カロリー。いいね、カロリー気にしなくていいって最高だね。そんな人生、羨ましいな。今までの人生、気にしたことないかもしれないですわ、マジで、カロリーなんて。いつも裏見るですか？見る。いらっしゃい。失礼します。あるじゃないですか、ペヤングの、うん、マックスとかあるじゃないですか。あんなんダメだよ、もう。この症状があんなの1日2個ぐらい食えそうですけどね。食っちゃえば。ひなたくんどうするの、ご飯。はい、あ、だんだん作ります。うん、作るんだ。さっきオムライス作るやつですよ。おー、いいね。ちょっと体が動かないんで、動いたら作ろうか。体動いてるよ。はい、肩がしんどいですね。テイクアウトだね、じゃあ。あ、そうっす、うん、食べるとき教えてね。はい、うん、部屋さんの表腰上がったっすね、オムライス作りっすか。あ、寝た。あ、早っ。あ、しんどい。これっすか、いい、ね、フォークボールみたいな。本当っすよね、本当に泣きれそうっすよね。顎外れるっすわ。で、これ釣りは分？はい。釣り？ユーティーがどこに収まったんで。本当に？足も食べるかな。この食材はさ、はい、自分たちの？あ、そうですね。ちょっと卵は自分でこれ買ってきたやつなんで。うん、米は？米はあの部屋に炊いてあったんで。うん、米は食べていいの？まあ、はい、あの基本ずっと炊いてあるんで、うん、食べては大丈夫です。他の食材は使っちゃいけない？でも多分肉とかも別に言ったら使っていいと思うんですけど、うん、まあ、なるべくみんな買ってきたやつを使ってます。
これ単純に米とケチャップだけ、はい、そうっす、うん、これあんま昨日飲むようなんです。肉とか欲しくなるの？はい、いや特にあんま欲しくはないですね、いつも食べてるんで、うん、2日分だよ、これ。はい。2日分の米。本当ですか？うん。でも意外とすぐだと思います。1食分でしょ、すごいね。あ、そうですね。結構多めに使うから。ちょっと半熟タイプ。はい。すいません、失礼します。うわ。美味しそう。あ、美味しい。あと硬だと思ったんだけどね。そうです。あ、ケチャップ少なめだね。あんまケチャップかけないです。ライスもいっぱいあるから。はい。あ、いいね。あ、こっち見て。あ、いいね、おいしそう。はい、ありがとう。ありがとうございます。オーナーエリアさん、読みすったよ。読みすった、マジで。一人で行くんでしょ。はい、いや、まあ明日食べようかなって。ここ何個使ったんですか。5個。うまいの？あ、おいしい。ケチャップ、米、卵だけだもんね。まあそうっすね、基本は。ソース何それ？バーベキューですね。バーベキュー好きなんだね。大好きですね。バーベキュー派の方が多いんじゃないですか。そうなの。坂上さんどっち派ですか。マスタード。皆さんはもうマスタードの色してるもんすもんね。オムライスだしね。え、バーベキューって子供もしかして。うん、おうちでちか。おうちでちゅう。二十歳にもなって。うん、早い。早いな。減ってないよ、全然減ってない。いや、もうだいぶ減ったっすよ。全然。何パー何パー。70ぐらい。あと30パーそこに詰まってる。30パー詰まってる。頑張るけど。うん。包丁も来るんですかね。足りる？ソース。
ありなし。打ち消しちゃいました。ソースが。あのどっちが強いとかないです、マジで。両方いる？両方いるっす、ちゃんと。うん、まずね、こっちから見るとなんか全然減ってない。あ、いや、こっちから見てほしいです。だいぶ減りました。あ、でも3分の1ぐらいか。はい。入る？ちょっと待って、見えないな。はい、入る。あ、多いね、虫食って。すごい肉肉しいんじゃない？肉肉しいですね。電車お腹痛い。じゃあ次は、これ終わるのだいぶ時間かかるっす。これ食い切れる？いや、まあ頑張ったら食い切れます。うん、みんなどこ行ったんですかね。うん、何作るの？今日唐揚げと、うん、春巻きを作ろうかな。これは何ですか？あ、これ醤油とエビと唐辛子。980円。そうっす。これ3つで。今日は。あ、3つで？はい。見つかったらお得になるってやつ。へぇ、安いね。お肉ってさ、はい、休日はお部屋の肉とか食べちゃいけないの？あ、一応食べても大丈夫なんですけど、うん、その、おかみさんに一回、連絡しないとダメですよ。それ胸肉？はい、胸肉。休日の今料理するのめんどくさくない？いや、やっぱ食べたいんで、ね、なんか、うん、食べたいものを作ってるときはめんどくさくなる。意外と余裕だったんじゃない？意外と余裕でした完食？はい、完食しました。食べたね。どうもお茶した。肉の中に肉。あ、そうです。肉だったら何でもいいってこと？あ、基本的にそうっすね。何でも美味しい。で、包むのはもう肉だけ？あ、もう今日は肉だけ。それ春巻きなの？わかんないいや、春巻きの皮があったんで、作ろうかな。
あ、これだけ。あ、そうっす。結構パンパンになります。何つけてんの？水で溶いた小麦粉です。ぬくはるま。何作ってるんですか？ヘル巻き。ヘル巻き。いや、皮が10枚あったから、10枚1個作ろうかな。皮全部使いたいんですか？そうですね。基本的に買ったものは、買った時に全部使っちゃいたいんですけど。無駄にならないの？そうですね。忘れちゃうんで、取っとくと。買ってきたやつ見せてね。はい。もう、食レポが、腕が楽しかった。食レポなんかしないです。あれ、スタバ？はい、スタバです。スタバ何買ったの？ホワイトモカ。すげえ、ブルジョワだね。スタバとか買えちゃうんだね。まず餃子。お、餃子。はい。今日は中華ですか？今日中華です。次、自分が好きな、ポテト。うん？皮付きポテト。ああ、ポテト。で、味噌野菜炒め。味噌野菜炒め。下ご飯？あ、ライス。ラーメン。ラーメン、はい、あ、味噌野菜炒めラーメンってこと？なんかわかんないです。なんか味噌ラーメンって書いてあったんですけど、なんかちょっとわかんない。多分味噌ラーメン。あ、味噌ラーメンね。あっつ。あとは片焼きそば。片焼きそば。あ、麺2つ食べるの？はい。すごいな。これを買ってきました。食うね。まあ、銀だこから作る。もう。ネギだこと、うん、明太、なんか明太ネギなんとかうん、なんとかね、たこ焼きみたいなやつ、うん、あとこれ、あのネギだれのタレっす、ね、ファミリーパックやめたんだ。ファミリーパックやめました。そうなんだ。2個で、はい、いいかなと。味変で、うん、これでしようかな。あ、まだあるの？で、あと餃子と、うん、野菜炒めと、うんうん、中華丼。中華丼？はい。ラーメンは？中華丼っすか。中華丼。はい。これだけ？はい、これだけです。すげえ食うね。いや、ちょっとなんかたこ焼きだけじゃ物足んないかなと思って。炭酸食ってくるけどいる？大丈夫。これだけないとやっぱお腹いっぱいになんないってこと？そうですね。はい。お腹いっぱいなるぐらいがちょうどいいかな。これぐらいでね。はい。これ結構美味しいですね。いただきます。ちょっと入れた方がいいですね。こうやって。めっちゃうまいです。うまそう。中がちょっと熱いんで、周りを冷たくして食べるのが美味しいです。いい笑顔。うまいですね。いただきます。まずスープからいただく。うわっ
うまい、この味噌汁、この味噌の味噌汁、味噌汁じゃないです、このスープうまい、いただきます。やばい、マジでうまい。初めて食べるの？はい、初めて食べる。なんか美味しそうだなと思って。めちゃくちゃうまいです。結構いいやつらしくて。そうなんだ。はい、九条ネギみたいな。はい、もうその多分九条ネギですね。うん、こういう感じですよね。あ、いいね。うまいっす。いいね。うまっ。あー、やばい、マジでうまい。めっちゃこのスープさ、野菜と合う。めっちゃうまい、マジで。やば、マジで。マラソン取んなくていいんですか？ずっと取ってるらしい。ちょっと待ってるけど、もう開けてる？あ、はい、あ、じゃあなんで裸になってるの？いや、暑かったね。暑かった、暑かって脱いだら暑くなっちゃった。暑くなっちゃった。暑い。いただきます。ふわふわで、あと銀だこってなんかタコがでかいんで、なんか歯ごたえあってうまいっすね。中華丼いいっす。うまいっす。どこのやつこれ？これは日高屋。あ、日高屋。はい、あ、じゃあどこにでもあるような。そうですね、自分、多分行ったことないんだ、あそこの店。ちょっと今日行ってみようかなと思って。で、なんかテイクアウトできるって書いてあったんで、海鮮系でいいっすね、これ。エビとかイカが入ってて、
うわ、ブロッコリー入ってる。初めて。うずらは最後に食べるタイプだね。うずらは最後。あ、はい、はい、なんか一番最後っすね、いつも。もちゃんでした。安いしね。ちょうどいいですよね。こんだけ買って2000円しなかったです。おいいね。唐揚げ揚げてるな。やっぱマックのポテトより皮付きの方が好きっすね。あ、そうなんだ。はい。自分の地元多分日高屋ないんで。あ、そうなん。どこなの。栃木です。日高屋ないの。多分ないと思う。見たことないんで。あ、完成。あ、今あれです。え、完成です。二度揚げするんです。はい。凝ってるね。いや、唐揚げはいつも二度揚げしてるんです。あ、そうなの。はい。完成？あ、はい。すげえ。肉と油のみ。そうっすね。肉と油だけっす。デザート。どうすんの？食後のコーヒーって感じ。まっ。幸せだね。スタバのコーヒー飲んでるけどめっちゃ幸せです。ね。落ちた。どうす。どうす。どうす。何してんの？はい、ルンドさん遊んでます。えどこいたんす。
まあ、唐揚げですだね。この春巻き気になるんだよね。そうだよね。油めっちゃ吸ってるよね、多分ね。すっごいすごい。いらない。まあ大丈夫あ、いいねいいね。見てみたい。どんな感じなのか。いいんですか、もらって、うん、ありがとうございます。油え、それ何が入ってんの？ひき肉です。思い出す。合ってる？入れたの？その肉で合ってる？はい、何の、はい、正解教えて。正解の肉。正解ですか？正解。肉やろうぜ。正解は、ひき肉です。ほんぼや。旅行リビングだね。どっくり食えるんですか。分かんない。米が足りないんじゃない。まあ、大丈夫です。入れてきます。米そんな食えない。うん、春巻き一口ください。いいよ。これいいよ、これ。このチーズかけた。あ、そうなんだ。やばいね、それ。ニコニコ春巻き。うっくっ。何が当たりですね。チーズです。うん。すっげえ。何がすごいの。中にチーズ入ってて、え、中に肉だけってやばいっすね。うん、ね、それ何の肉。ひき肉です。やっぱやってたな、遠藤。そんな気がしたよ。少年長やらされた。
これ美味しいですね。あ、これうまいっすね、今日。うまい。柔らかいですよ。おいしいです。うまっ。おいしい。トレビアン。おいしいです。おいしい、嬉しい、ビタミン C ですね。消防庁舎。